Timer started. トマの西君チャンネル。はい、皆さんこんにちは。トマです。今回の4分間トレーニングはバランスボールを使った4分間トレーニングをやっていきます。今回は腹筋編ということで、腹筋を2種目用意させていただきました。何でも簡単にできるバランスボールの腹筋になりますので、ぜひぜひやってみてください。それでは行きましょう。どうぞ。それでは4分間トレーニングやっていきたいと思います。まずはボールの上に座りながら普通の腹筋やっていきたいと思います。行きましょう。ではまずボールの真ん中に座っていただいて、膝は90度からぐーっと前に進む。ここから体をしっかり起こしてあげます。まあ、普通の上体を起こすよりかはボールがあった方がやりやすいんですけれども、ボールでバランスを取ろうとする働きがこの時起こりますので、しっかりと、お腹の中の筋肉とで上体を起こしてくることによって、前からの腹直筋がしっかり効いてくるかと思います。回数ではなくてですね、50秒10秒で行っていきますので、この腹筋をまず50秒間行っていきます。これね、普通にしんどいと思います。で、まあ、ポイントはまず、膝がしっかりと90度で足の裏からがしっかり地についているかどうかで、目線がしっかりと斜め45度をしっかりと見据えながらですね、体を通して上げているかどうか確認をしてください。50秒から終了です。次は足をボールの上に乗せてあげて、ここから肘から手のひらを向けた状態からこのようにお腹に近づけてあげる。このブランクの状態から股関節の動きが入ってきます。一気にここで強度は上がってくるかと思います。きつい。しっかりと引いてくる。皆さん、バランスボール家の隅っこで眠ってないでしょうか。取り入れてあげるだけで一気に強度が増しますよ。きついな。いや、お腹がきついよ。皆さん頑張ろう。手のポジションは胸の前でも OK ですし、このように頭の後ろでも OK です。うわー、きつい。あー、さて、この時ラスト1種目、足をこのように、はい、バセット、ほい、うわぐらぐらだったらいかんか。うわ、やばい。キープ、キープよ。はい、ということでトレーニングを
終了となります。水分補給をしてください。はい、皆さんお疲れ様でした。今回の4分間トレーニングは、バランスボールを使いながらの腹筋を2種目紹介させていただいたんですけれども、実はこれ1種目目がかなり初級編で、2種目目が中上級者向けになってます。あえてこの2つをミックスしながら今回4分間に挑んでみました。ですので、バランスボールがなかなか慣れないなという方は、最初の腹筋だけでまず50秒間10秒やっていただいてもいいと思いますし、いやいや、もっと俺はできるという方はですね、現在まで追い込んでいただいて結構だと思います。4分間にこだわらず5分間に延長していただいて、1種目追加してもいいですし、2種目追加して6分間にしていいかと思いますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。バランスボールは本当にこういう弾むっていうね特性と、転がるっていう特性と、あとはこの上でバランスを取るという特性、この3つをしっかり使いながらトレーニングがいろいろとできます。もちろんこのね、器具を使わずにまず4分間トレーニングをやるっていうのが僕らの原点ですので、そちらの方も紹介していきたいと思いますので、まだ高期待でお待ちください。 Facebook、Twitter、Instagram でまだフォローされてない方もフォローよろしくお願いいたします。またチャンネル登録がお済みでない方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、次回のまた4分間トレーニングでお会いしましょう。さようなら。